にちは、池田しおりです。みさきです。今日は、眉毛の描き方が苦手な方に向けてとっても簡単で今っぽい眉毛の描き方を、動画にしてみたのでぜひ見てみてください。それでは動画スタート。まずパウダーをつけていきます。目尻側にしっかりパウダーをのせていきます。少しサラサラになるまでつけます。ケイトのパウダーを眉毛全体につけていきます。ついている丸い方のブラシで一番明るい色を眉頭にのせていきます。次に斜めにカットされている方のブラシで中間の色を取ります。真ん中にもしっかりのせていきます。次に一番濃い色で眉尻をぼかしていきます。次にペンシルを使っていきます。口角と目尻の延長線上に少し足していきます。平行気味になるように足していきます。あと毛のないところもしっかりペンシルで埋めていきます。濃すぎたりした場合はこの眉ブラシを使ってぼかしていきます。これだけでもかなりふんわりしてくれます。最後に眉マスカラを使って仕上げていきます。自然な眉毛になりたいので生えてる方向に向かって眉頭側は上に向かって塗っていきます。眉尻側は下に向かって塗っていきます。